かしいのよりやっぱ家庭料理が一番やつなんですよ、ね、冒険とね、冒険をしてみました、うん、素晴らしいです。冒険というか挑戦みたいなもんじゃないですかね。趣旨が終わってたっていいね。インスタの方でもね、そうだ、あ、そうインスタの方見ますね。たくさんコメント来てますね。なんか読んでみて、はい、じゃあさっきミナが言ってた、そうだ、私が読んだ面白いコメントは、理想の国を作るならどういう国、理想の国、あ、なんか20全員で、なんか一人一人20全員で20の理想の国を作ってみないと思って、ね、20全員で楽しそう。今までなんか一人一人で考えることあったかもしれないけど、全員、あ、20全員で同じ、多分すごい国になるよ、うん、すごい自由な国になる、やばい、何でもあり、多分みんなネタ、あの、もうほんまにあのボタン1個で全部やってると思う。そのボタンがあればね、あ、言ったことが現実になる国とかいいんじゃない。ちょっと、でもさ、それちょっと危なっかしいよ。え、階段がない国とか、階段がない国でもありそうだよ、階段がないから。あるのかな、やないと思うけど。でも確かに、あの、言ったことが全部かなっちゃう、うん、あれは大変かもね、うん、だってもう全部言葉気にしないといけないんだよ。でもそう、最近思うのよ、なんかさ、やっぱ便利な世界っていいけど、便利やったら、なんていうの、夢とかもやっぱなくなっちゃうじゃん、わかる。で、次、あなたの目標何って言われても、え、目標そんな、だって全部叶えちゃうから、なんだからダメなんですって。おー、いいね、やりたい。だから、そう、だからダメなんだ、だから完璧じゃなくていいんだよっていうのが、そこ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 だよね、そうよ、ごめんなさい。だって20になりたいって言ったらなれちゃうんですよ。一生懸命この頑張る過程があったからこそ生まれたこの絆やろ。素晴らしいこと。やっぱり階段がない国が一番いい。階段がない国があった。じゃあ私たちの夢の国は階段がない国で採用されました。ありがとうございます。私用具やすいよ。毎日さ、階段登ってないやん。素晴らしい。登らないよ。だって階段ってこけたりすんねんね。階段ないと思ってる。そうそうそうね。あ、でも怪我しない世界とかもいいんじゃない。あ、いいじゃん、怪我しない世界。アプジもある。あ、じゃあ分かった、病気のない世界。あ、完璧、完璧。それが私たちは健康、健康な国でいいや。健康な国、この世の中みんながね、じゃあ健康の国ということで、うん、普通いいと思う。健康の国、どうこそ健康でいられますように。ですね、かわいい。ちなみにこれ、今日私の方から来ました。リオのでー、花橋家から来たのね。そうなの、私のベッドから、花橋のベッドから来た。来ました。ちょっとジャイアンの使用感がすごい。皆さん、質問送ってください。質問さっきめっちゃ届いてた。あれしてくれたんですか。あれや、多分。あ、分かった分かった。一つ、一番楽しかったシーンはどこでしたか。楽しかったシーン、踊るのが楽しかったシーン、あれ一発撮りは、うん、そうだね、一発撮り超楽しかったよね。ちょっと大変だったけど、ね、一番最初のシーンだよね、うん、もうリマの昔昔聞いた話から始まって、あやかのいつかまで全部は一発撮りだったよね、うん、一発撮りだった。いつか、はい、超メイキングみたい、ね、カメラが映ってないところでみんな、やばいよな、超頑張った、そう、めっちゃ走って、あのマヤのパートかな、あ、なんか9人、あの8人が踊ってたよね、リマのパート、次マユカのパート、8人が踊って、次にマヤのパートに行ったの。そうそうそう、マヤのパートに行く時に5人になったじゃん。そうそうそう、その時に他の子たちがわー逃げて5人になって、あやか、リオので、リオ、リオ、リオのパート行って、次また戻ったよね。で、マヤがソロでやって、で、あやかで3人、そう、リフトあやかと、このリフカメラで、わーって喋ってたよね、うん、カメラマンさんともぶつかりそうになりながら、はい、すり抜けて正面もあるもんな。あ、ありがとう、持ってくださってた。あ、オッケー、来ました、うん、なんかあります。ちょっと待って、喋ってていいよ。じゃあ、あなたの宝物はというご質問です。うん、そんな決まってるじゃないですか。え、じゃあ何、え、何やと思う。何そのジラ
メンバーと家族と移住と一体おーいカバンおーいなんでそう土俵の一緒やねんラーメンラーメンと一緒やねじゃあねえやだラーメンと一緒なんかあります？なんかいっぱい来てるね超来てるねたくさんありがとうございます本当にあの私たちがパラダイスをレコーディングした時もそのスリラチャさんも私たちのレコーディングに手伝ってくださって、うん、なんか本当いろいろなインタビューでも多分お話ししてると思うんですけど、うん、本当にね、うん、素敵な先輩でしたね、うん、本当に素敵な曲やし、うん、本当にありがとうございます。しかもさ気づいた方いるか分からへんけどさパラダイスさちょっと、うん声混じってるよね。ね、そうそうそう。ちょっとあの何ですか。私がその後ろのハモリを取りに行った時に、うん、男性の声もあった方がいいんじゃないかなって思って、うんうん、元々入っててそれを元々変えようとしてたんですけど、うん、でも入ってた方がいいと思いますって言ったら、うん、そのまま入って、うん、でも元々入る予定なんです。ぜひ聞いてみてください。よーく聞いてみてください。よく聞いてみてください。うんよーく、うん、聞いてみてください。めちゃめちゃ素敵な声、ねうんはい、より一層素敵な曲に仕上がります。ハモリも聞いてください。それの内容もこれに書いてあるよね。多分書いてあるかな、わかんないけど、どうだろう。いや、ハモリはハモリは書いてない。ハモリは書いてない。ハモリじゃない、なんていうの、そのレコーディングの様子みたいなのも様子もこちらの方に書いてある。私たちのね、こちらの感想とかも多分書いてあると思いますね。あともう一個、もうそろそろ発売されるアンアン、はい、うん、いろんなもの、はい、めっちゃみんな美女可愛かったねー、ねー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 。今回すごいみんな本当大人っぽくなったよね。いや成長したんじゃないですか。成長してるよ。すごい素敵だった。かわいい。あと自分のパート以外で歌いたかったパートありますかって。気がついてよ。ああ、これ、ね、いいよね。なんか普通に言いたい。感動。めっちゃこもりそうじゃない。めっちゃこもる。めっちゃこもるくない。なんだね。あこ大好き私。あとなんか変に振りがないって言ったらいいけど振りがないから、ね、すいません。どうぞ。ごめん、私歌いたかったところというか、うん、その踊りたかったところはここ、なんかそこいいよねってパート人気やん。昨日言ったわ。リク見せ方これこれ私洗面所で言ったもん。リク昨日これリク見せ方超うまいよね。私今日なんだって言ったんです。絶対そんなことないよ。あやさんずっとこれやりたいって毎回言われる。あやさん完璧やん、うん、もうできる。じゃあリクがちょっとあの体調悪い時代わりに持ってきてリクがもしくじけてたらやってな、代わりにカメラ分かった、ね、リマだけ走ってくる。リマ、はいはい、リマのニットどうなってたの。リマのニットどうなってたの。あれすごい一緒だったよね。リマのなるほどなるほど。あのね、こういう、こういうどっから手出てるのって感じ、ね、あれはアイアミットらしいですよ、皆さん。私もね、分かんなかったけど、最初した時ね、ううどこ の, なんかあその腕の通りがたくさんあったんですよ。だから頭をね、どこに入れればいいのか分かんなかったんですけど、まあ、アイアミットらしいですよ、うん、かわいいですよね。はい、やってましたね。最先端ですね。ありがとうございます。 Thank you very much。 はい、リマのニット。あ、リマのニット。いやー、インスタナウのコメントとかはなんかある？インスタナウのコメント。ナウのコメント。ナウのコメントはね。あ、そうかそうか。そこちらね。こちらは目標ございます。なんか眉内ちゃん読んでくれちょうだい。みんながドラえもんになれるならメンバーにどんなことしてあげたいですか？自分らがドラえもんになれるなら、だからのび太くんが8人いると思って、何でもドラえもんね。マイネームイズドラえもん。マイネームイズドラえもん。何してあげたいかな。そうですね。そうですね。でも結局あれよな、道具出して。もうそれ言ったら終わりや。それ言ったら終わりや。いやでもやっぱ時には厳しくしなあかんから、何でも自分に頼りすぎてきてるなってメンバーが思ったらリコは絶対助けない。リコ。誰だと思う。じゃあ一番甘い、いや、アマママ自分にあれしてくれそうな人、多分甘々はニナか、リマか、うん、マコちゃん、
え私はリアもんだってちょっとたまにリアはリアがいいんで何をしたんだろうなんか今絶対誤解したよね何もないですけどリアもあのもうやめときなっていう気がめっちゃ言うと思うリアは言うと思うでマイカは多分出すのめんどくさいやめないっすよマイカでマヤは出てるからもうさ眠いからって言ってそうで後ででいい名前も呼んでもらってしまった。そうだね。
ん送ってくださってありがとうございますというところなんですけど、ここでねあのちょっと今、うん、TikTok のパラダイスのダンスチャレンジが始まってるんですよ。めちゃくちゃ好きですね。あの紫っぽくて、そう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 。あのさ、眉毛がそんなめっちゃ入ってたよ。なんか
あ、え、あの靴が高かったよ、結構厚底で、まあ、厚底やったから大丈夫やったんけど、それであの砂さ、割とモリモリっていうか場所によって薄かったり、そこでこうあの分かる、なんかグキってなった時に中に全部入ってた。あ、そうだったのね。確かに、あとスカートの丈もなんか長かったし、ね、踏みかけて何回か危なかった。そう、ね、でも耐えた。おお、よかった、よかった、頑張りました。マイクロを超えていいやつが出ました。はい、はい、でも今回のダンス、あ、ダンスというかミュージックビデオがなんかダンス結構多かったよね。うん、ダンスしたりとか、うん、ダンスシーンがめっちゃ多かった。確かに、そうですね、はい、確かに、うん、見せたいでございますね。おお、鏡の部分揃っててすごかったですって。うん、このマイルカパートね、膝になってた、人工だってうちらもやりながらね、なんか自分が映ってるかのようにやってたもんね、うん、確かに、うん、アイディアすごいすごかったよ ね、 ね、表情をね作っちゃダメみたいな、笑っちゃダメって、ね、いつもね笑ってくださいね、表情そんな自分でやったよ、真顔、ね、ちょっとニコってしちゃってたもんシーンなんです。え、それ言ってよ。リオとミヒがあのこうやってやんねんけど、うん、ちょっとミヒとリオは正直あんま映ってないから、あ、そうやな、あ、そうやな、あ、そっか、カメラめっちゃもう、ここはここはここは笑っとった。あ、じゃあそこだよ。え、私、あ、違う違う、パートだから笑ってた、ね、ちょっと笑ってた。でも私は結構無駄よ。あ、そう、そうなんやったやん、うん、でもなんかちょっと似合って、あのリクのさシーンが入った瞬間とか、うんうん、そのミヒのサビの瞬間に一気にパッて明るくなるところが、うんうん、なんかすごいなんか表情からすごい雰囲気違うなと思って、うんうんうん、確かに昨日そこでめっちゃ鳥肌とか、うん、なんかパラダイスは本当に正直何回聞いてもほんまに鳥肌が立つ、うん、なんか今日も池子のバスで聞いてたんやけど、うん、何してた、え、なんかほんまにうるうるするし、なんかゾワってすんねん、わかる、あらーってきたりとかゾワってやばいよな。だからそう、そのそれを共感したいです。別に言ってくれ、絶対してくれて、はい、結構さ、ね、結構前からさ準備してたじゃん、うん、自分の曲を、うん、そのタイプブルーノート全然準備してたよ、うんうん、準備してたから、うん、もう本当にこの曲が本当に素晴らしすぎて良すぎて、うん、早く言いたかった、本当に早く言いたくて、うん、なんかもうなんならもう早くツアーとかでもやりたかった、うん、エンディングに出てくる映像とかマッチ、ね、めっちゃマッチしてるよね、アコで二度泣きできる、うん、いやー、したよ、二度泣き、二度泣き、二重の方も泣いてんじゃない、超感動的な曲、かわいい、だって MV 見ただけで泣いたって方結構いるね、え、ね、確かに、うん、泣きがみたいな、わかる、自分で言うのでありがとうございます。感動ですよね、本当に感動、大好き、海も大好き、ありがとう、スネオありがとうございます。スネオやばいわ、最近スネオ着てんねん、スネオかわいいかわいい、かわいい、かわいい、この前の飯社会で、ね、あのスネオ結構ね人気者になる、ね、はい、そうね、かわいかった、超かわいい、このなんかいじけた感じ、こんな感じで立ってて、ずっとこんな感じで、本当に面白かったよね。しかもさ、前立ち方が面白いと、私が後ろに立ったんですけど、うん、手も繋いでくれて、ちょっと緊張しちゃった、ね、こういう感じ。え、じゃあ、ね、そう。なんか他のキャラクター、なんか静香ちゃんとかやっぱ人気やったから、うん、そう、静香ちゃんのところみんなが行ってたりとかしたら、一人でこけ出して。あの、じゃ僕に構ってくれないからってとこいじけ始めたりとかしてて、なんかスネオ好きだよ
ゃうみたいな感じでめちゃめちゃ可愛かった。可愛いな、可愛かったね。全員可愛いんですね。ジャイアンもいい人で、そうだよ、ジャイアンめちゃくちゃいい子だったよ、ね、ジャイアンってやっぱ、ね、相性 100% だから。手でスネを作ってってさ、なんか手でスネを作れるの、え、あった気がする、ね、作れるやつ、うわめっちゃ忘れた。今さコメントできたんやん、手でスネを作って。え、できたかもしらん。なんかこんな感じじゃない？違う、それこあれじゃない、それはカエルじゃない、なんかコブラみたいな、こういう、これがカエルやろ、こういう、あ、こうでなんかスネをなんか、ね、あ、そうやん、横からスネを、そう、これや、これや、なんかこうじゃや、ドラえもん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 、ドラえも
せばいい、もしかしてだって顔見たいじゃん、みじゅどんくらい近いかな、みじゅみの辺だから、こっちの方がいいか、こっち、うん、どうもっともっと見て見て、今近づいてる、こうやってこうやってやった方がよくない、うん、そうしよう、うん、絶対そっちの方がいいと思う、下行こう、あ、じゃあパンフレット組が下に来ればいいんじゃない、あ、はいはい、パンフレットと雑誌組で、もっと入って知ってる、うん、めっちゃ近い、あ、逆やった急に超近く来たね、超近く、もう一度スペシャルタイムということで、はい、見えてない、なるべくまばたきをしないでね、はいはい、はい、じゃあ春はドラえもん、そうね、せーの、春はドラえもん、だから写真やで、あ、ごめんごめん、写真やで、の場合ちゃうんで、せーの、春はドラえもん、聞いてくださいね、せーの、パラダイス聞いてね、なんかさ、特殊なのかな、コメントさせるのか、いやでもいいや、貴重やで、じゃあ次は、映画ドラえもんの人と空のユートピア、はい、せーの、映画ドラえもんのび太と空のユートピア、イエーイ、あ、じゃあ次最後に、ぜひご覧ください、ぜひ劇場でご覧ください、このドラえもんぜひ劇場でご覧ください、オッケーオッケー、せーの、ぜひ劇場でご覧ください、なんこれ、これ誰か編集してよ、私一本 PR だろ、バズやんか、少しじゃあ十分やろ、じゃあ最後一個無難のハートやっとこうかな、はいはいはい、せーの、ハート、言っちゃった。OK でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ドラえもん。いや、言って。ドラえもん。さっきミナがスネアの手やった時に指つったのでちょっと笑ってしまいました。だからどうした。ドラえもん。いや、今は大変だ。さすがに今ドラえもん。帰ろう。時間となってきたんですけど、このあと22時からアワでリスニングパーティーがありますので、うん、皆さんこのあともうすぐ行っちゃってください、はい、アワの、またいろんな、ね、お話もしてるので、うん、いっぱい、はい、またパラダイスとかもいろいろ聞いていただけたら嬉しいなと思います、はい、はい、じゃあもうバイバイするね、そうですね、皆さん、ね、じゃこれで今日は終わりですね、うん、最後にご挨拶をさせていただきます。以上、二流でした。